はい、どうもこんにちは、こうへいでございます。ということで、ね、本日なんですけれども、いやー今日はね、もう大量の騰落が、まあ大量というか、まあある意味大量なんですけれども、アクアシックスラブライブ、いや久しぶりのナンバリングですよ。本当に3年ぶりぐらいになりますか。まあ来年2月なんで、まあ3年はいかないか、まあですけども、まあね、死者誤入したらほぼ3年ぐらいの感じの、ライブでございますけども、ドームツアーね、事実上のドームツアーだと思いますけども、アクアシックススライブ、くるくるロックンロールツアー、こちらがですね、愛知県は名古屋ドーム、バンテリンドーム名古屋ですね、こちらと、メットライフドームで、来年の2月と3月にそれぞれ開催がされます。今回ですね、こちらの最速先行抽選の当落結果が出たということでですね、まあ今回ですね、名古屋ドームとメットライフドームどっちのですね当落も、まあ、出たわけでございますけども、今回ですね、こちらはね、今回僕も当落の方を、見ていきたいなというふうに思います。はい、まあ E プラスでね、ファンタスティックデパーチャーね、久々だと思いますけども、ファンデパのねシリアルに、封入されていた、まあものに、まあ今回ですね、ドームツアーのシリアルが、まあシリアルとして有効だという形でございますけども、いやードキドキですね、本当にどんな感じのね当落結果になっているか。で、ちなみに僕はですね、まあね、あの、首都圏済みだから、メットライフドーム申し込んだんだろうって思う方いると思いますけども、意外にも、まあ自分で意外にもっていうのもおかしいですけども、名古屋ドーム、申し込みました。はい、メットライフドームはあえて申し込みませんでした。うん。まあ、というのもですね、リエラのセカンドツアーがあるというのもそうですし、やっぱり名古屋ドームで、ね、アクアがライブしてるのってちょっと見たくないですか？ね、あの、新鮮じゃないですか。名古屋ドームでね、まだライブって一度もやったことがないっていうのもありますし、やっぱり5万人のね、皆さんとね、共に楽しめるライブっていうのでね、やっぱりそこはね、まあ、京セラドーム大阪の虹ヶ崎でも同じことを言えますけども、まあ、非常にやっぱり新鮮なね、場所で行うライブほどやっぱり楽しいものはありませんから、まあ、今回僕はあえて名古屋ドームのみにしました。両日連番、僕ですね、今回申し込みましたけども、果たしてご縁があるのか、ね、トラック結果の方、見ていきたいと思います。いや、めちゃくちゃ緊張しますね。まあ、いつもの通り。まあ、この前のね、カウントダウンライブがね、逆にすげえ緊張しすぎてて、もう上がっちゃうんじゃないか、上がり症になっちゃうんじゃないかというぐらいめちゃくちゃ緊張したので、逆に今回はね、ある意味落ち着いてます。はい。ということで、ではですね、トラック結果の方、見ていきたいと思います。はい。では、行きましょう。行きます。行きます。いや、めっちゃ緊張する。ほっ！やった！やった！ありがとうございます。ということで、ラブライブサンシャイン、アクアシックススライブ、くるくるロックンロールツアー、名古屋公演、当たりました！ありがとうございます。しかも、両日ですよ、両日。はい、ということでね、皆様本当にありがとうございました。いやーもうね、嬉しい限り、ね、名古屋、行けますよ、来年の2月名古屋ね。で、そのね、名古屋行った後のね、2週間後には京セラドームが待ってるっていうね、まあ感じでございますけども、いやー、久しぶりのアクア、まあね、年末もね、ライブ参加しますけどもね、やっぱりでかい会場でね、見るアクアっていうのもね、やっぱり楽しいですから、しかもね、くるくるロックンロールということでね、まあくるくるクルーラーのね、まあ曲もね、まあ新曲もたくさん聴けるってことなんでね、まあその辺も含めてね、ライブね、楽しみに、したいなというふうに思います。まあということでね、名古屋公演、行ってきますのでね、皆さんと共にね、まあ、名古屋の地でも楽しめたらなとライブを、思います。皆さんのですね、ライブの当落結果もね、ぜひね、名古屋当たった、埼玉当たった、はたまた両方ね、当たったとかね、コメント欄にいろいろと書いていただければと思います。ということでね、まあ、今回ですね、まあ、ちょっとね、非常にね、あの、短い感じの、動画となりましたけれどもね、まあ、無事ね、名古屋がご用意されたということで、名古屋ドームね、名古屋行きますよ。ね、ぜひ楽しんでいきたいなというふうに思いますので、ぜひね、そちらの方も、名古屋の方でね、楽しんでれば、いければなと思います。まあ、ワンチャンね、この後ね、西武ドーム、まあ、一応、アクアクラブ先行抽選もありますので、まあ、今回ね、ご縁がなかったという方もね、あの、アクアクラブ先行抽選だったり、まあ、あとはね、一般抽選もね、まあ、あると思いますので、ね、まあ、その辺でね、頑張っていければなというふうには、まあ、個人的にね、思います。本当にね。まあ、当選した皆さんとはね、一緒に楽しみつつ、まあ、そしてね、今回ご縁がなかったって方もね、まだまだ最速先行抽選始まったばっかりですのでね、今後の抽選でね、ぜひ勝ち取っていただければなと思います。もし、この動画がいいなと思ったらグッドボタン、高評価ですとチャンネル登録もぜひお願いします。ではですね、また次の動画でお会いいたしましょう。以上、コウヘイでございました。バイバーイ。